ご覧の皆様、こんにちは。ホーステルと申します。バイオハザード2、続きからやっていきましょう。エイダちゃんと二人で地下にやってきたレオン。これからどんなお楽しみなことが起こるのか。では、エレベーターに乗って、さらに地下の奥深くまで、女を連れ込んでいく。二人っきりの空間だよ。違ったわ。いや、むしろこれはさらにお楽しみの展開か。あい、やめてやめて、痛い。グエ。レオン、That woman was... I have to talk to her. Besides, 僕一人に対して、どんな二人でもよかったんだけどって言おうと思った矢先に。そういうことを言うのを呼んでいたかのごとくバチが当たったわ。薄汚い奴には必ず天罰が下るってことだね。女！女の争いに発展する。ちょっと待て。まだ先には行けない。他に何かアイテムがあるかもしれない。え？何が必要ないって？手に何か持っている。覚えとこう。追いかけるぜ。ミカさん！この画面で止めてたくないわ。え、ちょっと待って、これリメイクで再現されるんじゃねえだろうな、もしかして。うーわー、これ罪ポイントになるんじゃね、マジで。こういうのはやめていただきたいが。死にそう。この当時の荒いポリゴンでももう死にそうなのに。お、すげえ腕前、銃撃ち落とされたし、あんな遠くから。動くな、だって今から何されんの。お楽しみタイムか。エイダ、エイダ・ウォン、エイダ・ウォン、I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know?Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus away from me. G-virus?口を滑らせたな、女。It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him.Where did you get that pendant? It looks exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! どこに銃を奪い取る隙があったのか。かなり危険な行為だったね。え？何今のセクシーな声。Too bad.あーはーはーん、みたいな。僕も後を追って飛び降りよっかな。なんか入ってたわ。しかも今なんかおかしくなかった？明らかに、中の仕切りのサイズがペンダントより大きかったんだけど、今の。
なんだ今の。異空間か。これも今必要ないのかな。レオンじゃないと取れないのか。今のペンダントのびっくり形状よ。どっち行けばいいんだ。はしごか。これ降りるしかないみたいだね。なんだ今度は。何？何？あ、エイダ。頼りない男、目を覚ましたか。ダメージ受けたか。元から受けてたか。では、エイダの後を。あ、だけどこれバルブハンドル出しとかないとまずそう。あ、ファン動いてる。行けなくなってる。遠回りしないといけないみたいか、これは。で、狼のメダルゲットで。これはウィリアム・バーキンに殺されたウイルス奪還部隊の人たちかな。先バルブハンドル出しとくわ。そこで必要になるからね。確か表編の時も一回鳥に戻ったような記憶があるわ。腹を押さえてるところよりも銃弾当たったところの方がよっぽどダメージ深いような気がするんだけど。汚いドブ、ドブの中を進んでいくが、うえぐえ、そりゃ敵の真正面から近づいたらダメージ受けるわ。下半身が水に浸かってるから動きが緩慢なんだよ。体力はまだ大丈夫、黄色光色のまんま。ガンシャ部隊か。ドロリとした液体をぶっかけられるとか。幸いなことに毒は受けたかったからプランターは必要ないんでね。ここにバルブハンドルを使ってく。リフトを動かして向こう岸へ渡ると。表編でワニは倒してるから裏編だと出てこないはずなんだよ。表編って確か倒してなかったら出てくるんだよね。ここではアイテム結構たくさんあるから習得するものを吟味しながら行かないと。ボックスがパンパンになるわ。ハーブは使っといて、でショットガンの束らしきものがある。こいつを回収しておく。他は、あ、ここでもう一回バルブハンドルを使っとかないと。もう一回手前になっちゃうのか。上の階に戻しといて、で先へ進むと。もう他にアイテムないのかな。タイプライターはあるけどインクリボン持ってきてないんだよね。確かここのタイプライターはインクリボン付属じゃなかったよね。表編でもそうだったけど。よし、では因縁のこの場所まで戻ってきた。あれ？ワニいないけど。ワニの死体転がってんじゃないの？表編で倒したら。出てこないよな？出てくるか？もしかして。調べらんないけど。開いてんじゃん。なんかイベントごとに緊張感の走る展開になってるよね。
これはそろそろ強力な武器携帯しといた方がいいかな。大丈夫か、エイダ。久しぶりだな。痛い、解放してくんない。優しいよ。Don't mention it. I just found out John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better.2の頃はまだこう感情が残ってるって言ったらちょっとおかしな表現かもしれないけど、4で再登場した時はなんかかなり淡々と物事を機械的に進めていくような感じだったからね。エイダはこれを見たことあるわ。こういう人間らしさも見ることができて、おじさん幸せよ。はい、ではアホなこと言ってないでバルブハンドル使ってファンを止めてショートカットして戻っていこう。止まった。メダルを2つ入手することができたから、これでいよいよ先に進めるね。では、この、バイオハザード中、最強最大のモンスターが出てくるところ。もう中になってるからね、バイオハザード中。いないわ。動揺しすぎて、さらに舌が回らなくなってるっていう。ものすごい動揺っぷり。エイダ様がついてきてくれる。アイテムボックスを一回漁って整理して、でセーブしてから戻ってくるわ。よっしゃ、戻ってきたぜ。ではメダルを差し込んで先へ進もう。こいつら起きてくるよね。起きてくる前にとっとと行く。エイダついてきてる？シェリーはあまり走るペースが速すぎると意気消沈してついてこなくなっちゃったからね。エイダちゃんはそんなことはない、さすが。で、クモが頭上にいる状態で悠々とメダルを差し込んでいく。上にいるけど、上にいるけど止まっててくれてる。あ、いなくなっちゃった。あ、いるわ。水が抜けてる間待っててくれたんだけど、優しいね。おい、なんだ、ただの地割れか地響きか。どっちも危険なんだけど、地下にいるから。アイテムあったっけ？ないね。あそこの棚アイテムあったような記憶があるんだけど。こいつを操作して。で、ロープウェイを呼び寄せる。そして向こう側へ渡っていく。エイダがいると心強いわ。確か戦ってくれるよね、敵がいるところで。いいなあこの二人の空間。うおーい。
ドワー、やばい、穴だらけにされてる。撃ちまくれ、かっけー。ただ、やりようによってはここでレオンとエイダを倒すことできたんじゃねえのか。このロープウェイを落としてこんなさ、鋼鉄突き破るぐらいのパワーがあるんだったらビビらせやがって。降りたら上から出てくんじゃねえのか。その心配はないようだな。これ使えるかな。ポシューン、ピカ。ここで何か光ったね。武器ボックスの鍵。これは研究所の最終局面の前ぐらいに使えたよね、確か。いよいよ新展開、下水道を越えて薬品工場に来たっていうことなのかな。これでゾンビがいるけど、エイダ先に行ってくれないか。僕はここで待つから先に行ってくれないか。撃て撃て撃て、もう撃つの早っ。さすがだね、任せるわ。ここはエイダに任せよう。二人三脚で戦おうぜ。だから先行ってくんない。まだいるか。撃ってくれエイダ。向こう側の角に何かあるはずだよね。ちょっとエイダ来て来て来て助けて助けて、私を助けてください。え、どっち行ってんの。どっち行くんだよ。あ、いるけど何か。標準も反応しない。お、何かあるぜ、これ。青いもの。なんだこれ。ショットガンパーチ。確かね、パーツを装着することによって弾丸が自動的にマックスまで送電される仕様になって なってたはずだから、ハートガンじゃねえわ、ショットガンか。使ってこう。5発この場で撃ち尽くしてからショットガンパーツを装着しようか。エコに進めないとね。いるわ。どうなってる。怖い。行け、ナムさん。いっぱいいるわ。食らってろ。強引に進んでく。よし。行け。危ない。まだいるか。いない。ハーブだ。ありがたい。拾っておこう。拾って調合しておこう。ショットガンの弾は後にいますね。間違えてリロードしないようにしないといけないから。はしごを登る。これで地上に出れるのか。光をください、私に。お、なんだ、何か見つけたか。 We finally arrived. There must be something hidden here. え、行っちゃうの、もしかして。やめて、やめてください。このまま一生ついてきて、もしくはついていってもいいから。何か調べてる。じゃあ私は物資を調べるか。物に釣られる男なんで。
他にも何かアイテムないかな。そしたら一旦セーブしてこの場は終了にします。この部屋のアイテム回収とセーブをしたところから次回再開してまいりますね。ではご視聴ありがとうございました。